高齢化、少子化など労働人口減少の問題から、商品を大量生産する工場でも機械やロボットの導入が進められています。しかし生産ラインの中にはロボットの導入が難しく、人に頼らざるを得ないものも多くあります。例えばお弁当・惣菜工場でも、動作設定には専門知識が必要で時間がかかる。不定形で柔らかい食材も多く、取り扱いが難しい。商品の種類が多く、頻繁にメニューが切り替わるなど、ロボットに慣れ親しんでいない現場には導入に踏み切れない課題が多数あります。そこで三菱電機では、これまで研究してきた技術を生かし、導入後のシステム立ち上げに時間がかからず、現場での動作指示も容易なティーチングレスロボットシステムを開発しました。工場内の生産ラインに設置されるティーチングレスロボットシステムは、アームロボットとそれを動かすコントローラー、3台のビジョンセンサーと力学センサー、およびこれらの機器を一括制御する PC により構成されています。またタブレット PC と3次元センサーカメラにより簡単な操作で作業指示を入力することができます。それでは実際の導入の流れに沿ってそれぞれの技術を見ていきましょう。まずタブレット端末に取り付けた3次元センサーカメラにより、饅頭、弁当箱を含めたアームロボット周辺の作業環境をさまざまなアングルからセンシングし、静的環境認識を行うことで仮想空間上にも3次元空間モデルを再構築。アームロボットが作業する領域や物の位置、障害物を把握します。この作業はアームロボット先端に3次元センサーカメラを取り付け、アームをまんべんなく動作させることでも可能です。これによりアームロボット周辺の空間を正確に認識します。また同時にライン上に設置されたビジョンセンサーにより、流れてくる弁当箱など動く物体の状態を正確に検知します。基本となる作業指示は音声または簡単な項目選択で設定することができます。音声入力の場合は作業する具材を選択し、弁当箱の第一区画に唐揚げ3個詰めてと発話することで、アームロボットが動作する軌跡が AR により表示されます。またタッチでの入力も、何を、どこに、何個と各項目をメニューから選択するだけで行うことができます。このように実際にアームロボットの動きを確認しながら、音声や項目選択により一連の動作を入力するので、専門的な知識や長時間の設定は必要ありません。従来はロボットの動きをプログラミングする必要があり、最適な動作をさせるまで時間がかかっていました。ティーチングレスロボットシステムでは、動作の始点と終点を指示することで自動で軌道を生成します。自律生成のプログラムがいくつかの軌道を生成し、動作する目標を捉えると最適で高速な動作が決まります。この技術により、これまで大幅に時間がかかっていた繰り返しのテストや実機での試運転が削減できます。生産現場では3台のビジョンセンサーが周辺状況を判断し、スムーズに作業することができます。弁当箱が流れてくるラインを監視するビジョンセンサーにより、弁当箱の傾き、位置を判断し、ロボットが具材を入れる場所を正しく特定します。饅頭の中の具材はビジョンセンサーにより撮影された画像をシステム内で画像処理しやすい画質に変換し、簡素化されたパーツとして認識します。
その後、不定形の具材に対してアームの角度と開口幅などを決定することで安定して具材を保持します。また同時に具材の変形や端位置によるバランスも判断するため高速な作業を実現します。この応用により具材の種類に適した半度を自動で判断するなど柔軟な対応も可能です。このようにそれぞれのビジョンセンサーの情報を瞬時に判断しロボットに伝達することで緻密な作業を正確にこなしていきます。これらの技術を複合的に活用することでアームロボット単体での作業だけでなく複数台のロボットが稼働する生産ラインや生産量の拡大も可能です。人材不足や労働環境の改善を目指す様々な現場でロボットを気軽に導入していただけるように三菱電機はこれからも研究開発を進めてまいります。